10代女です。お二人は会食恐怖症というのをご存知ですか？私は家で家族とご飯を食べるときは普通に食べるのですが、友達と外で食べると緊張で食べ物が喉を通らなくなります。コロナ禍で外食しないことにより悪化しました。そのせいで友達とご飯を食べることを避けるようになってしまいました。何か解消法がありますか？友達と食べなきゃいいんじゃない以外でお願いします。距離を取る、ソーシャルディスタンス、はい、別テーブル別テーブル、それも最後の友達を食べなくちゃいいんじゃないですかよりもひどい回答じゃない。いやいや、じゃあ会食はしてますだ、あ、さっきの、ね、猫の会議と一緒で、要は3メートルも離れて猫が会議してるけど、これコミュニケーションも取ってないから意味ないじゃんって思いがちだけど、猫の集会、ね、猫の集会、はい、でも実は同じ店内で同じメニューを食べてるというだけで会食をしてるという空気感を作れるみたいな。エクスポージャーやったら、それか。ほう。恐怖を感じる点数をつけるんですよ。0点から100点とかまでで。うん、で、90点を超えないようにして、ギリギリまで行くんです。100点はもう我慢できないレベル。うん、で、90までいろいろやってって言ったら、一旦止めてしばらくそこで待機して、そうするとだんだんこの90が85、80、75で下がってくるんですよ。そしたらまた90までやってみるみたいな感じで。例えば、会食をするときとかに、じゃあ人と食べるのが大変だってなったら、それこそ今ひろきさんが言ったみたいに、隣で食べるとかやってもいいんですよ。その前に、じゃあ人と一緒に食べてるところを想像してみるとか、人と一緒に、食べるのは難しいんだったら、一緒に食べながらズームとかで話してみるとか、その恐怖をギリギリ感じないレベルのところまでやってみて、そこに慣れていて、だんだん本来の目的に近づいていくってやり方があって、それは恐怖症の治療ではよく使われるんで、エクスポージャーって調べてみるといいと思います。でもなんで恐怖を感じるんですかね。本当はあともう一個難しいんですけど、やり方があって、そもそも会食で恐怖を感じる必要ないじゃないですか。うん、それって自分の思考の中に何か歪んだものがあるので、その歪みを直すっていうのが本当は一番いいやり方なんですよね。それやるんだったら一応おすすめの本で、ラス・ハリスさんって人の本があるので、一番入門のやつがあるんで、これをおすすめしておきます。ラス・ハリスさんの、アクト、アクセプタンス&コミットメント。検索早いですね。もうね、覚えてるんで。はい。大体こういう質問が来たらこの本返すっていうのを決めたって、予測変換に入れてあるんで、秒で出ます。ほう。でも、食わなければ問題なくて、飯を食うとトラブルになるんだったら、お茶を飲むだけとか、うん、もしくはその喫茶店に入るけど自分は何にも食わないとか、うん、なんかその切り分けをしていく、要は心理的な問題じゃないですか、うん、物理現象じゃなくて、うん、なのでそこでなんか切り分けをすると理由が分かるんじゃないかなと思ったんですけど、先ほど質問したものです。私の場合、吐いたらどうしよう、食べきれなかったらどうしようという嘔吐恐怖症からくる会食恐怖症です。こうなったらどうしようと考えてしまう癖を直すにはどうしたらいいでしょうか。ちなみにビジュアライゼーションについてどうお考えですか。みんなが食ってて自分は飲んでるんじゃないの。なんでもこれあれなんですよね。結局起きるかどうかわからないことを心配しているので、心配していることが現実性がないんですよ。だからこれは本当に自分の内側から出てくるものなので、これも認知行動療法で直した方がいいと思うんですよ。で、これに関しては、過食とかでも認知行動療法が有効っていうのがあって、それをやって、行ってみたらいいと思うんですけど、でも普通になんか心療内科とか行ってみて、認知行動療法やってる心療内科に行くのが多分一番ベストだと思うんですが、もし自分でちょっと勉強したいんだったら、マインドフルイーティングっていう、本があるんで、それよかったら読んでやってみてください。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。